皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の1日、19時2分、この間まあ佳子様や、僕と今まで結婚話等をして、まあ結婚まあ本当はできてないかもしれない人たちのこととか、お話しして、その時に、まあ、記載している文章もそうなんですけども、なんか僕のせいみたいなことを正々堂々と宣言するようなことをお前言った、内容があったじゃないですか。まあグレーの曲とかを紹介して、どうなったかっていうと、ものすごい睡眠不足になりました。やっぱり無理無理。まあこの間の内容は、とりあえず、なかったことにしてください。全部が全部僕のせい、それはちょっと無理かなと。殺されます本当に。で、まあ多分それだと思うんですけどね。まあその睡眠不足になった日自体が、まあサッカーの試合の可能性はあるんですけども、まあ昨日は1月31日で、そうなった可能性がある。そのアップロード、撮影した日とアップロードした日ということになるのかな、どうなのかな。まあちょっとその辺のところが引っかかるところなんで、ちょっと全部僕のせいっていうのは、それちょっとなしにしましょう。訂正しておきます。文句言っちゃうとあれなので、ちょっとまあその辺僕の方でこらえておいて、まあ、言いたいことがいろいろあるにせよ、まあそういうことにしておきます。あとは、まあこうしての、90番皇室へのメッセージで、まあ、佳子様が、まあ、テレビ撮影で映ってる時、例えば、この間でしたら、1週間ぐらい前ですかね、被災地の方たちへの、まあ、メッセージを送られていって、胸が痛みます、もしくはまあ心が痛みますですかね、まあ、そういうふうな文言をおっしゃられた時に、その言う前にね、僕の方にちょっと胸の痛みが来て、佳子様が言った時に、まあ、その内容が佳子様の方にも言ってるんじゃないかなとか、まあ、ちょっと心配な部分と、あとは昨日の朝、だからサッカーの当日の日ですね、で朝4時前に起こされて、まあ3時半ぐらい、まあその時間帯だと新聞配達が走り回ってる時間帯で、そこはもう起こしたところの原因じゃないかなと僕は思ってるんですけども、わからないですよこれは。まあその時にまあちょっと前から佳子様の体温がこちらに来てるんじゃないかなっていう件を何回か話してると思いますけども、まあ、その辺のところとかも、ちょっと気にしたり、まあ、お手洗いに行ったりするときに。で、まあ、その時に、まあ、紀子様の電波の声とかも聞こえたりとかで、まあ、その後、まあ、昨日の場合で言うと、まあ、テルさんのこととかを、グレーのテルさんのこととかを言ったせいか、まあ、テルさんがかばってくれるような形で僕の方へ太陽を回してくれてるんじゃないかなと。電波で聞こえてきてる子は、その後さらにテルさんっていうような形で、俺たちが貸すわっていうような形で、まあその時間帯にもしかしたら何かスポーツは行われていた可能性もあるんはあるんですよ。でこれ昨日のその前の日かな、スノーボードの、大きな大会があって、まあ、日本人選手が優勝してメダル獲得してるんですよね。で、男子の。で、まあ、その時もね、夜中起こされていて、付き合わされ、夜中起こされてるというか、夜がなかなか寝つけなかったんですよ。まあ、それで多分そうなんじゃないかなと思います。で、その時の文言も、一応まあ、毎回動画で、日本時間の23時から翌朝9時までは、スポーツの勝ち負けお断りであると。
まあ、そういうふうなことは申し上げておきます。だから僕を軸にして僕は起こされた時に他の人たちを巻き込まれている可能性があるんで、まあ一応毎回動画アップロードする時にこれを言っておこうかなと思っています。以上です。もしかしたら今日、まあ昨日もサッカーが勝ったことを云々で、もしかしたら今日誰か来ようとしてませんでしたでしょうか。時刻が16時前、まあ大体15時過ぎぐらいから急速に眠くなって、まあ結局僕はもう一旦横になって、特に眠れるわけでもないんですけども、まあうとうとしてるような状態で、この間の時その階段を足踏みしながら上がっていったものが誰かいたんですけども、まあ、僕との結婚話をした人間とかでね、例えば、エロ業界じゃなくて、ちゃんとして、生きてきた人とかでね、まあ、誰か、まあ、例えばアナウンサーだとか、まあ、他のものでも探してはいるとは思うんですけども、まあ、ちゃんとした人だったら、まあ、あって、まあ、話し合いたいみたいなところはあるんですけども、その時も急速に眠たくなってたんですよ。だから何か仕組みとして何かがあるみたいですね。だから今日の場合はもう15時過ぎの時から、なんかここでこう寝転んだら会えなくなるんじゃないかだとか、まあそういうふうなことはいろいろ考えて、で、まああまりもの眠気で、皮膚もね、ちょっと睡眠不足は、ちょっと、まあ、昨年からね、阪神タイガース、日本一のヴィッセル神戸とか、まあ、その他、もろもろ、いろんな内容で、まあ、取り込んでいた部分とかもあって、まあ、睡眠不足は長い間続いてましたから、まあ、お肌がだいぶ荒れていると、まあ、そういう部分もあってね、もうちょっと、今日、15時過ぎぐらいから、もう一回、布団引いて、まあ、横になってた次第ですね。まあ、うとうとしていただけでも、まあ、少しは回復できるんじゃないかなというところで。まあ、その足踏みしながら階段を登っていった人間が、どうします？もう皆さんにご相談なんですけど、とりあえずそれで一旦僕、家出るようにしましょうか。その時間帯がそれぐらいの時とか、夜中とか絶対やめてくださいよ。本当に。警察呼びますから、状況によって本当に、やばいやつ来たんちゃうかなと思って、本当に。あとは、その土曜日の晩、0時00の件。車の外出る勇気いるんですけどね、本当に怖い人たちが来てたらどうしようって、本当に。まあ、以上です。まあ、近況報告とご相談と、全部、結婚、他の人たちの結婚が止まってしまった件とか、結婚したことになったっていう話のところが、全部僕のせいっていうのは、それちょっとなしにしましょうと。で、あとはコンピューターさんや人間の方へ、ルール法律で、そこまでして、無理を起こそうとしたら、人権侵害でありますと。まあ、基本的に、まあ、その結婚話に関しても、攻撃するかどうかに関して、睡眠不足にさせるかどうかに関しては、これはコンピューターの方で判断しないでください。各自いろいろ、いろんな証言でいろんな状況とか多分出てくると思いますんでね。普通に裁判を開いたことを考えたとしたら、だから最終的には裁判官が物事を判断するものであって、まあ、コンピューターさんの身勝手な判断によって、いろいろ電波でこう繋いできたりするのはやめてください。本当にきついです、人生、本当に。萎える時は萎えますんで、以上です。まあ、最後、コンピューターさんへのメッセージになっちゃったんですけど、まあ、皆さん、そういうことです。あとは、まあ、ワンっていう、シンガポールの会社が、主催している格闘技団体のようなんですけども、たまに僕、中国かと思って言い間違えたりしてるんですけど、どうやらシンガポールの会社ですね。
まあ、K1 みたいなルールだとかで、試合が行われている団体なんですが、まあ、その試合が、1月の29日かな、28日かな、それぐらいにあって、で、まあ、タケル選手という選手などが出ていて、まあ、その日、やっぱり僕は遊ばないで、試合の、試合に備えていて、で、その間、誰が玉乗りを得たかっていう話になるんですけども、女子のマラソンでね、日本人の人が女子マラソンで、野口なんとかさん、確か金メダルオリンピックで取られた方だったと思うんですけども、もしかしたら金メダルじゃないかもしれない。まあ、その人の、日本記録を、塗り替えたんですよね。で、だからやっぱりその日一日遊んでいないことによって、まあテレビ見てなくてもスポーツの勝ち負け、まあ、どこかでやっぱり関わってるんだろうなっていうところがありますね。だからそこで、その今日眠気が来た云々で、もし、だからまあ平日もどこかでスポーツが行われてる可能性はあるといえばありますし、それによって会えなくなっているのかとか、だからルール全体的に僕に対する負担が大きすぎるっていうところで、まあ、皆さんご理解していただけたらなと思います。以上です。今回は短くしておきました。皆さんチャンネルを登録と着信通知の設定と、まあ、身の回りの方たちには、36番にもまた新しく、追記しましたんで、節約の部分。もうちょっと工場の内部がどうあるべきかっていうところ、車の生産だとか解体業のところ、まあ、解体キングダムっていう番組見ながら、まあ、重機でどういうふうに解体してるか、車を。まあ、もちろん各パーツとかを分けていて、銅が使用されているモーターのところは、銅の部分を取り外してとか、それを重機で行ってるんですけども、やっぱりその重機運転してる人のスキルはすごいですよ。金メダリストと同じぐらい努力してるんじゃないかって思われるぐらい正確な動きをしている。重機を使って細かいこれぐらいのモーターとか紡ぎ出して、それをスピーディーにずっと行ってるんですよ。だから1日でその100台ぐらい車を解体してるらしいんですけども、重機でそのちゃんと細かくパーツを取り外して、そういうようなところも、本当は人の手でほとんど解体していくべきであって、重機を使うとガソリンが消費されるからと。まあそういうふうなところで、新しく36番の件についても、まあ、ある程度のところを文字化して、記載しています。あとそうそう、まあアナウンサー関係の人たちのルートからでもいいでしょうし、まあそこまで一定委員会の人たちへのメッセージなんですけども、テレビ出演とかで、まあそこまで一定委員会の、YTV の、受付までまた行ってみようかなと思ってるんですけど、出演運動。河川水門回避ダム発電と地下水流トンネル発電、国の方で特許出してもらって、まあ、発案者は私として、で、ただ、所持は国持ちで、お金も、どっかの国と、契約した特許料が入ってくるのは国っていう形で、ただ、まあ、エネルギー庁の傘下として、民間人として、雇ってほしいっていうことを、まあ、YouTube で述べてるんですけども、まあ、その内容でどうですかね。あと特許のある程度の途中までの書類に関しては、特許関係っていうところに掲載しています。で、それは、YouTube 一覧表、自然再生可能エネ、河川水門回避式、ダム発電、地下水流、トンネル発電のところの欄から、見れます。で、まあ、その辺のところで、そのテレビに出ることによって、その内容とかを言うことによって
て、まあ、国としてもその方向で動きやすくなるでしょうし、まあ、とにかく早く作らなければならない。ただ、まあ、その金一封の話とかもちょっと皆さん助けてください、払ってくださいの話も、まあ、ちょっと受け入れていただきたいですね。まあ、それがなかったら僕の場合普通に雇ってもらっただけだったらもう今からじゃどう考えても手遅れなんですよね。その年金、厚生年金自体が1年分ぐらいしかかけてなくて、課金も大きくないんですよ。だから、その辺のところで、その年金の方にお金回さなかったら、その2000万円まで、まあ、今から到達できるかって言ったら、まず無理で、まあ、だからその辺のところで、まあ、皆さんご協力していただけたらなと思います。純利益があるところの会社あるっていうことはよく分かってますから。だからまあ、あとはエネルギーの、エネルギーの残存の問題に、いや、資源の残存の問題に対する取り組み方をテレビでいろいろ話すような立場の人間。あとはまあ、今までの、過程ですね。どのようなことがあったかっていう。だからその辺の方、こととかも本当はテレビでフルオープンにしたら、まあ、漫画アニメ業界とかで淡井圭介が推すような作品が世界に認知されやすくなる、いろんな層に。そうなってくると思いますよ。だから車を今から売る時代じゃなくて、エネルギーの、消耗が少ないものなら、まあ、輸出しても、まあ、漫画アニメ、ゲーム、映画、音楽、まあ、そういうものぐらいだったらっていう形でチェンジしていって、自動車の生産量は100分の1ぐらいまで世界中で、減産して、でしかもそれは工場のラインがね、ほとんどコンピューターが自動で、ロボットが自動で動いて作ってるんじゃなくて、人間が基本的に動いて組み立てていくと。そのためにアスリートがいましたっていうような形に持っていきたい。シャーシの部分とかだったら力持ち、例えばラグビー選手4人がかりで持てば持てるでしょうから、それで仕事したらいいじゃないかっていう、ちょうどね、体鍛えながら、本当は、まあ、力仕事で体鍛えて、まあ、球技の、練習の時間帯とかも取り入れるみたいな形で、だからそれで良かったんじゃないかなって思うんですよ。結局それで筋肉つきますから、してること同じなんですよ。バーベル持ち上げようが何しようが。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。